止められかけたんだ。支払い期限が12月2日と12月12日だったんだけど、12月7日以上、7日以降契約解除って言われたんだけど、うちオール電化なのにガス代払ってるんだけど、全然知らない人の年金のお知らせが来たんだけど、どうしたいの？まあ、全然知らない人の年金が来たんだけど、ないやん。あ、何が100円？お持ち帰り、お持ち帰り店内共通100円割引券。あ、共通買えるやん。あ、そう。3、それしかない。それ1枚しかない。なんで1枚しかない？なんで1枚？むしろなぜ1枚？あ、私のお母さんがたまに来るやん。なんか外のご飯食べるやろうって。カツヤって書いてる。カツヤ。てってれー。高期限書いてない、使えるよ。あ、はーい、やった、使える。これは何？これまこてや、隣のラーメン。隣、そして入りそうになって隣のラーメン。ね、見て、唐揚げでかい。12月はバイトさんが配る。マジでか。あ、そういう意味ね、ユーネイクさん。でも住所はあってんねんけど、マンション名が違うの。ていうか、このマンションの隣にマンション建てないんだけど。あ、マンション建ってるかな。チーズカツですね。資料はどうですか。おいしそう、写真撮らんの。写真な。あんた、あれ、勉強と一緒やろ。え、勉強と一緒やろ。あいつも写真撮らんとする。そうされそうや、マンションで、なんで？なんでも、家を追い出されそう、マンションで養って、いや、養いはせえへんけど、別にやった。他にこう思う分にはいいけど、なんでたら風俗嬢と一緒に寝たまりしといてくれたら、そっちは電気代とガス代と払ったから、
何日間かは生き延びてるんじゃない、風俗嬢と一緒に生活したいんじゃない、頭のおかしな風俗嬢と一緒に生活したいんじゃない、エビフライ、エビフライ、びっくりした、ソースないやんと思ったら、カツ状、そう、からしんなった、うん、あっと、何個いんの、何個いんのかな、もう一個これドレッシング。タルタルソース全然つかない。箸で掴んで乗せんねんで。No. 刺しても揚げようかどうか余るから。500円玉2枚使って、今もシャーで500円玉だったら500円玉が3枚もあってるんだよ、リスナープレゼントのカンカンって何？仕事休みなんか仕事くれ仕事失業夫婦そうそうこれ昨日の晩御飯
ら2個目の古田製菓ペール缶ドラ、これが多分ペール缶ドラ、ドラえもん覚えててくれてんの、こうたかってそれリスナープレゼントしとく、私のやし無理やしな、やしなの私のドラえもんやしな、いやだからドラえもんたくさん買うてこいと、無理やし、私のたくさん買うてきても全部私のそれ私のよ、聞こえた、美味しいでこの七味、なくなったほらこんな感じでおらんねやろ、たぶんそんなこの黒い七味写真撮っとこう、イベント枠やるの忘れた、そうそう、イベント枠せな、家まで行かない、めんどくさい、大晦日か、家までオールナイトピエロって言ったら一人の近所のアンパチンが行ってあげる、なんで名古屋も行ってるやん、2時半名古屋行ってる、やばい、どっちか消えた、これも、ちょっと枠を取り直さなかった、トランプ用に枠を取り直します、すぐ取り直します。